外イワシ科は、外イワシ目にと属する魚類の分類群の一つ。外イワシアカ、ギスアカの2アカで構成され、少なくとも2属母種が記載される。外イワシ科の魚類は熱帯及び亜熱帯の海に幅広く分布する。外イワシアカは、サンゴ礁など、浅い海で生活し、淡水、寄水域に進出することもある。一方のギスアカは、深海性で、 海底付近を遊泳する低生魚である。外イワシアカの仲間はしばしば沿岸近くで群れを形成し、引きが強いことから長魚としての人気が高い。本科魚類はカライワシ上目の仲間に共通する特徴として、レプトケファルスと呼ばれる独特な死魚器を経て成長する。外イワシカの仲間はニシンやイワシに似た防水系の体を持ち、体長は最大で1メートルに達する。 側線の眼下管は前上顎骨の上にまで伸長し、原生の新骨類としては稀な特徴となっている。口は下向きで主に前上顎骨によって縁取られ、後端は目より前方にある。腹気のヒレ状は10から14本で、尾ヒレは大きく二股に分かれ、ビ骨は6本。喉板は対火的で持たない場合もある。カールフォンリンネによって、 最初の種であるアルバラベルピースが記載されて以来計23種が外岩子の仲間として分類されてきた。しかしこれらの外岩種類は形態学的な区別がほとんどつかなかったことから1980年代までにはすべて A ベルピースのシノニムとして単一種にまとめられるようになった。ところが 近年のミトコンドリア DNA の配列に基づいた分子生物学的解析によって、外岩種類には実際に複数種が含まれること、顎の構造のごく微細な違いによって、鑑別しうることが明らかとなった。外岩鹿には、ネルソンの体系においてに赤ニ族5種が認められている。分類体系の構築はなお途上にあり、ギス赤をギスカテレスリスデイとして独立させたり、本科全体を 外イワシ目ではなく辛いワシ目に含めたりする場合もある。本校ではフィッシュブイスに記載される二属11種についてリストする。外イワシ属の一種アルバラベルピース。最大で全長1メートルを超えることもある。本科中の最大種外イワシやかアルバリニーには一属9種が記載され、熱帯域の海に広く分布する。背びれの規定は短く、ヒレ状は16から21本。 エラ上骨は十から十六本、側線ウロコは66から八十四枚、椎骨は六十九から八十個、朱上蛾骨、肥舌骨の葉を描く。ギステレスリススギッス。日本近海の深海底に広く分布する。ギスアカテレスリシニーは一族二種からなり、ギニア湾あるいは日本近海から報告されている。いずれも水深数百メートルの海底に分布する深海魚で、 低生性,性の無脊椎動物を捕食して生活すると見られている。背びれの規定は長く、軟条は55から65本と、外岩子赤と比較して多い。エラ上骨は6本、側線鱗は85から112枚、椎骨は約107個。主上蛾骨に6から7本の小さな葉を備える。ありがとうございます。